はい、今日は寝ぼけてます。えっ、ー、と、かぶくんもう一つ、えー、千さん、よろしくお願いします。えー、皆さんからも、愛知公演のコメントをたくさん上がってきて、そうそうと思いながら、ほんとシンプルがたくさん見られるっていう幸せ。えー、今回のザ・アイスは、アイスダンスのペアが3ペアもいるから、より、えー、大人な感じが色濃くで出てる。 んじゃない姉さん、昭和のコラボに負けないくらいアイスタンスチームのコラボ良かったし、一人ずつになってダンスもスケーティングも増作から大ちゃんの言っていたアイスタンサーだけのショーも良いかもって思った。なるほど。うん。 アイスダンサーだけのショーってちょっと気になりますね、確かに。おまけに、陸上ダンスのイちゃん、一人踊りが違う。プロだね。ダンサーとコラボの公演をしてたから、当たり前といえば当たり前か。よくカナちゃんと練習のダンス動画も上げてくれていて、アイスダンスとはまた違った様子だった。イちゃん、愛知公演でショマ君がご挨拶している姿を、成長した息子を見るような、何とも言えない優しい笑顔で見ていたっていう。 方もいて。えー、翔馬くんの周りには愛があふれてるなと思った。うん。今日はもう寝なくちゃ。またね。はい。あり,ありがとうございます。う確かに、あの、翔馬くんの周りは愛にあふれてます。そして、あのー、アイスタンサーだけのショー、気になりますね。これはぜひ、えー、カナダイいの、なんだろう。あれで、あれというか、あのー、ね、ちょっとやってほしいですね。うん。 まあリくりもねもし、まあ、ペアですけどもリクルの場合はあのプロになった場合はペアだけのショーとかねうん、なんかだんだんショーの魅力っていうのは増してきてるなっていう感じがするんですけどもはい よろしくお願いいたします。シップさん、おはようございます。カード5本入れてたフリーも素晴らしかったけど、見ている側はジャンプの心配があった。宇野選手の今回の演技は、競技会での、えー、競技会アイのような根を下ろした芸術を見せられるから、みんなかなり驚くと思います。ほうほうほう、なるほどですね。うん。芸術、えっと、アイのような根を下ろした芸術を見せるから、うん。なるほどですね、うん。 つまり、ま、今回も、今、うん、と、今季は特に、ま、芸術的なところを注目ということでしょうかね。うん。の選手、芸術へ注目です。ワイルーさん、よろしくお願いします。ステファンは一枚の映画のサンタラから曲を調査し,したんで、夏目漱石の月が美しいに結びついたかは不明です。ぜひ、聴いてみたいと。うん。なるほど。うん。 ミキ、えー、さんんよろししくお願いします。カブ君こんにちは。少し前に月の光の感想を書いた時打、えー、楽器のような印象とか打ち付けるような感じとか書いてたんですが少しその補足を事前にピアニストさんが弾いている月の光を聴いてから、えー、現地に向かったんですけど書いて 会場で響いてあの来て音が、えー、聞いていた時の音と印象が違ったんですよね。あれ同じピアノ演奏だけど、えー、どこが違うと思って、人1、えー、音1音、えー、打撃音のような感じがして、えー、それが会場中に響いて聞こえたんです。えー、音源を探す時もその印象を頼りに、えー、探しまくりました。そして同じ映画で使われているあの 音を聞いたとき、これだって思いました。えー、銀板鍵盤を、えー、打ちつける音かな。えー、楽器演奏とか音、音楽に疎うんでよくわかんないですが、えー、音階の音と一緒に、えー、聞こえる、あの打ちつけるような音が、私の中で強烈な印象に残ったんです。大変た内容でないのになかなか失礼しました。これはやっぱ会場に行かれた方の、やっぱあの、生の感想ということですよね。 うん、だからやっぱりこれこういうのはテレビでは分、あのー、かりにくいその会場ならではのということでしょうかね。うん そして、並々様にお会いできたこと、今回のとても大きなサプライズでした。うん。えー、偶然だったんです。かぶくん、あ、偶然だったんですよ。かぶくんテレビに今から夕方の部ですて、えー、あ、部ですって、みたいな書き込みをしたら、並々様が返信をくださって、しかも同じエリアだったんで分かって、周りをちょろちょろ、みんな並々様に見えてしまいました。 なるほど。えー、無にご挨拶できたときは、感激しました。カブくんがつなげてくれた縁です。感謝です。今度なんかあれですね、あの、分かりやすいように、なんかね、あの、なんかポーズかなんか決めた方が分かりやすいかもですね。うん。結構皆さん出会いがあるんですね。あの、うん。 出会いがあるっていう、ね、えっ、ー、と、マリニンさんですね。よろしくお願いします。フィリア、ウノバン来ました。えー、シャーマくん、これは、え、月曜日の朝のそばで、ゴロンの恒例になるですね。ザアイスの愛知が終わり、相当お疲れのためか、無防備でしたね。 うん。いや、疲れますよね。さすがにちょっと最近疲れが見えてるかなっていう気もするんで、まあ、これかワンピースもあるかと思うんで、そっからのね、次のシーズンですか、あ、もうね、シー,シーズンが行くっていうことなんで、結構疲れちゃってるんじゃないかなって気がするんですよ。エマとアン、えー、コロンの走行撃で、防御のクッションがお顔の防御できず、やっと落としてしまったクッションが投げ込まれて、なんか、レフリーストップみたいな光景だよ。うん。 え、愛称でもらったプレゼントとか、ぬいぐるみをいっぱいもらったね。え、これは全部ワンコ用です。だから、僕たちは大興奮。今は、え、ポール、ぬいぐるみをジャンプキャッチ。コロンはプレゼントにダイブ。しばらく音が遠遠縁お休みだから、コロンがオートを繰り返す。 で、ボートが来たら回復。寂しいと病気になるの後の、えー、コロン。うん。え書、ー、幕日、光へ出発。黒 T シャツにうさぎの絵がついている。これもプレゼントかな日光も、えー、頑張って気がなくステイヘルシーでね。うん。おそんな感じで、いい感じですね。いい、いい感じなのかないい感じなのかなはい。 っていう感じでございますので、日光、は結構疲れがね、出てるのかなって、やっぱ疲れますよね。だって、本当にワンピースもやって、いろいろこうね、まあ、結構気を使う部分もあると思うので、なかなかね、うん、休まない、休めない部分あると思うんですけどね。うん。アスリートたち、本当すごいと思いますね。本当僕は、一公演とか、本当に、その一公演の中でないい、いくつもの軍艦をやったりしますけど、 いや、すごいなって本当は思いますね。すごい本当に。若やからできるんですかね。うん、なんかほんとね、すごすぎて無理ですよほんとね。うん。 はい、えー。マルディンさん、アイコン変えました。うん。あ、やっぱそうですよね。旧、茶色に、茶色に、のマリリンです。うん、えー。カブ君にコメントをしてから1.1ヶ月が過ぎました。えー、あの、それで、ロシアのウクラナ侵略、コロナ、気候変動による災害、世界中などを心を痛めていて何もできない。うん。それでね、えー、我が家に4年通ってきてくれるケジバトカップルのハートマークの写真を息子が撮影できて、私に1ヶ月くらい前に送ってくれたのよ。 素敵ですねなんか、お互い違うとこ向いてる感じなんですけども。うん。あの、そして、カトって、こっちのハトにオリーブとハトとかさ、えー、東京五輪1960年の開会式でもね、白いハトが青いツアーに飛んでさ、やっぱり平和のシンボルなんだよね。だから、何にもできないけど、私の平和への思いを込めて、アイコンをキジバとカップルにしたのよ。うん。 しばらくはマリニンですって挨拶しますから、これからもよろしくね。で、僕、マリニンさんのコメントすぐわかりますよ。マリニンさんって。てかね、あの、結構皆さんコメントを読んでるときに、コメントの文面で大体わかりますね。うん。あの、長さ、そして水、あの、その、長短とかえ、雰囲気とか、あの、そういう雰囲気も、あんなので、結構、あの、僕の中で絵になってるので、絵になってるっていうか、そのデザインになってるので、あの、本当にね、使いし、 一行二行でわかりますね、大体ね。うん。なので、あのー、結構ね、気づくこと多いんですよね。はい。まあ確かに鳩は平和な、あのね、象徴だと思いますね。やっぱ鳩が普通にこう生活できるっていうことは平和の証だと思うんで、えー、僕もそういうふうに感じますけど、ちょっと最近は平和とはちょっと逆行してるかなっていう気がします。確かに。うん。 えー、マディンさん、フィリア、えー、フィリアにおける EX とは、うん、EX って略さずに、例てばエキシビションですよね。エキシビションの意味は、展示とか公開とか、試合の模範演技などということなんだよね。だからフィリアの試合の後、大体1位から3位までの模範演技公開として、エキシビションを披露する。 方法。フィギュア選手は、試合に向けて、ショートとフィープログラムのプログラムを作ると同時にエキシビションも用意します。すごいですよね。ほんとすごいですよね。みんな試合で良い結果を目指している、作るんだから、その結果で披露されるエキシビションも力入れるよ。 うん、でもね、せっかくエキシビション作っても、試合でいい順位でじゃなければ、えー、試合観戦者やテレビ視聴者にも見てもらえない。うん。あの、選手たちは、えー、試合で頑張りエキシビションをお披露目したいよ。フィギュアはペアやランスは二人で一つの個人通りだから、エキシビションは固定みたいなもんで、採点なしで自分の演技を公開できるとところです。だから試合でいい結果が得られるように応援をするんだけど、ファンにとってはエキシビションは選手からのプレゼントみたいなもんなので、えー、選手にとっては試合で頑張り、 頑張って評価をもらったからこそ見せることができる自分の固定みたいなもの、最高の展覧会なんだよね。私は真央ちゃん、大ちゃん、翔馬くん、他にも試合の演技もいいけど、だから、ね、よりエキシビションを楽しみにしてきたところがあるのよ。うん。あ、そうなんですね。なるほど。あの、エキシビションは確かに。うん。ただ逆に言うと、あのー、 逆に、えー、試合にいい結果を出すよ、あの、つもりがなかったっていうか、つもりっていうか、あの、なんか、意外にこう、いい演技になっちゃって、いい演技っ,っていうか、なんか、予想以外の順位になってしまって、えー、なんで、勝っちゃった、とかなんかなった時に、あ、エキシビーション私出るんだとかなっちゃって、あの、エキシビーション用意してなかった選手も結構いて、まあ結構、だから、そうい選手は、まあ試合、ショートプログラムとかをエキシビーションにしたりやってますね。うん。 だからなんか、結構エキシビションっていうのは、個人的にはなんかあの、えー、結構、ああ、試合終わったっていう感じで、ちょっとこう、なんか、なんだろう、うちょっとこう、まあ、フランクにね、 ちょっと楽にこうやるっていうイメージがあったんですけど、まあ、最近のエキシビションは進化してますね。確かに。進化してるかな。以前はなんか気を抜くっていうイメージがちょっとあったんですけどね。なんか選手とかもね、えー、七寸とかで滑ってる男の形なんかも、なんかそんなこと言ってましたなんかエキシビションは、なんか楽というか、もう何も考えないでやるからやって言ってたんですけど、最近はもうそういうわけにいかないんですかね。うん。はい。ってな感じでございました。